ただいまより第10期フロンティア新挑戦者決定戦準決勝が開始となります。で宇都宮さんが、まあ2位通過なんですけれども、まあ、先手を選ぶのかな一応どうですかね、まあ、そうですね、うんまあ、結構マッチアップ的には、まあ、全然攻めなそうなので、まあ、固定でもいいぐらいそうですね、まあ、あのお互いのリストが完全に公開だったら後手を取ってもいいレベルなんですけれども、まあ、多分まあ先手取るでしょうね、うん、普通に、うんここで木原選手がマリガンですね、はい、木原さんがやはりその、まあ、除去だけあっても仕方がないので、うん、多分その、ジェイスですね多分2ターン目にジェイスがあるもしくは今回の大魔導士があるといった、まあ、何かしらの自分からパーマネントがあるハンドをキープしたいんではないかなと思います、うんうんうん、ジェイスがあり、ありますね、致命的な一押しもある土地があるかな、うん、あったみたいですね。なるほど、はい、これでスタートとですね、はい、で今アナウンス待ちかな、うん、そしてこの木原選手の除去で固めたアプローチというのは、まあ、当然4色ラリー以外のフロンティア関係存在するデッキにとってはかなり有効ということですよね。そうですね、この例えばは、クラッキングデューム、なんだっけ、弾ける破滅でしたっけ、うん、とかも入っているので、その、ウラモグですとか、うんうん、エムラクールといったクリーチャー出てきても対処できますし、うんまあ、基本的にクリーチャーで勝たないデッキはあまりいないはずなので、うんうん、そのコラガンの命令と時を超えた探索、それらをジェイス と、今回の大魔導士と、本流の機械巨人で使いますっていう、もう相手のリソースを全部奪い取るっていう形なので。うんうんかなり有効に働いてここまで勝ち上がってきたのではないでしょうか。なるほど、コジレックの、機関もメインから入ってますし、うんまあ、かなりビートダウンメタのデッキですね、うんうん、このインスタントの軽量除去が非常に多いというのも、まあ、フロンティアの、まあ、軽くて優秀なクリーチャーが多いという点に噛み合っているという感じですかね。やはり、まあうん、こんだけ入っていればその回転翼機密輸人の回転翼機とかを、まあ、打ち漏らすこともないでしょうし、うんかなり自分 の、まあ、そのやりたいように動けるんじゃないかなと思います。さあ宇都宮選手先手を選択してお互い土地を置いていきます。はい、ヘッジランドから2マナのアクション、まあ、ジェイスか道探しのどちらかでしょうかね、うん、ここはここでジェイスですね。プリンの振動ジェイスですね。これあれですね、あの先ほどの高橋優太さんと一緒で、あの手札に改革派の結集者いるので、うん、除去られても多分次のターン帰ってきそう。そこで木原選手もジェイスで答えます。さあお互いのジェイス、うん、宇都宮さんは、反射魔導士しか一応相手のジェイスに触ることできないので、うん、なるほどなるほど、うん、この結集者を捨てましたね。そうですね、先ほどのようなヘッジランドの組み合わせのコンボがあるかと思ったんですが、青黒森から青黒フェッチなんで島か沼ですね。ほう、そうですね、宇都宮さんのリストには、地下墓地の選別者かな、あですね、あ出てきましたね、ちょうど出てきましたね、はい、が入ってるので、さあ木原選手さん時を超えた探索も見えますね。あとは除去除去とどうでしょうか。そうですね、まあ、相手のジェイスを潰しつつ自分のジェイスを定着させて、うんまあ、っていう感じのゲームプランに行けたらいいなと。あフェッチもあり致命的な一押しもあり弾ける破滅もある、うんうん、コラガンの命令を引いたのかな今、かなりいい手札ですね、うん、ちょっとこの状況だと弾ける破滅打ちづらいかと。そうですね、どこですかね、まあ、概ね、まあ、致命的な人しかコラガの命令でジェイスを落とすんじゃないかなと思います、うん、ですね、やっぱまあ弾ける破滅は弱いですね、
コラガンの命令で、まあ、2点ディスカードを打つのが本戦かな。やはり除去が多いというのは、まあ、逆に言うとその1回プレーンゾーガーになってしまうとほとんど触れないので、うん、そうですね。さあコラガンの命令でチェスを除去、じゃあまあ選別者で戦術もできるので、うん、そうですね。お結集者してますね。してましたね。よっぽど手札強いんですかね、うん、あ中隊がたくさんあるのかな。結構ね、ジェイス戻しそうなもんなんですが、それか、いや白マナがないんでしょうね、単純に。なるほど。パッと見今もう一枚の手札もくぼみ渓谷青黒のランドに見えたので、うん、あ違うフェチだった。これはそうですね、いやでもフェチ今引いてきた可能性はありますね、うん、多分これあっまあ、これフェッチ持ってたら捨てないと思うんで。そうですね、まあ、これミカイチを引いてきたんですかね今ね。あ、ミカイチかあれ。そうですね。あ、なるほど、プロモか。そうですね。あ、ということはもう中隊を打つ。中隊、あ、うまいですねこれ、うん、あのこのイケネス上げてこの戦術が乗ってる状態で今多分あのなるほど カンパに打ちました。これによって、中隊が解決した後に、戦術ができるので、うん、さあズーラポートとジェイス、プリノシンドジェイスがいいですね。集合して頂いてできますね。お反射魔導士、うん、これ嬉しいですね。嬉しいですね。ただ間に合うのか。もうジェイス変身するからもらわなくても良さそうに見えますけどね。いやなるほど。まあだいたいそのフェッチとかスペル合わせでもうおおむね変身するので、うん、今の反射魔導士はちょっと下の方が良かったんじゃないかなというふうにはちょっと思いますが、うんうん、なるほど。もう変身ですからね、これで4枚目で、うん、さあ木原さん、このジェイスを守りきって勝利に行きたいところ。お珍しいカード入ってますね、うん、一心出世ですね、あれは。一心出世捨てるかな、捨てないか、裏、うんと捨てはしないか、悩んでますね。さてこの後のジェイスのモードにもちょっと注目ですね、うん、そうですね。ああなるほど、今、致命的な人押しでジェイス殺しながらジェイスはプラスしようかなっていう風に悩んでそうですね、うんうんうん、今手の動き的には。あ、マイナスでした。これで弾けるはめ、うん、あそこか、あコラガンの命令。おさあ手札を攻め立っていきますね。そうですね、どこまでもリソースを削る方にして、うん、でジェイスも致命的な人を使用して、あなるほど、でこれで1回ジェイス殴られるんですけれども、なその後に立身出世 で、 うんです、ね、あの場に戻してっていうのがプランですね、多分すぐ変身させてみたいな、うん、次のターン。なるほどなるほど、ここまでは全部じゃあ計算通りなんだ、うん、さあしかし中隊強い、もう一気にねリソース差がひっくり返りますよねこれ。さて、あしかも欲しかった道探し結構今しいです、ね、そうですね、土地止まってて白白もなかったんでズーラポートも一応あると。そうですね、あれ宇都宮さん手札に先祖からの結集でしたっけ、残り1枚。おそらくですが、中隊打ったのでちょっとこの後見てみましょうか。土地めくれず、めくれず、めくれず、これは残念。ここで先祖の結集があるとかなりドドドッと返ってくる感じですよね。そうですね、もうズラポートもいますし、まあ、ただまだ、なんていうこのサヤムシを引いてないっぽいので、こっちには落ちてる、ね、あ落ちてますね、うん、あなるほど、だとしたら本当に白マナリーチって感じですね、うん、ズラポートもかなり多めに落ちてますし、うん、あここからこれが完全に強みですね、うん、4色ラリーの除去されてもされてもワンサかワンサか場に返ってくるという、うん、そういやこれ完全に忘れてました、有利フリーゲージ、かなりかなりこうですねい
墓地が潤沢に溜まっているので、あの1枚の手札捨てさせたいですね。うん、選手悩んでます。先ほどはもう盤面を掌握しきりそうかというところだったんですが、やはり中退リカバリー力すごいですね。リカバリーして、しかもそこからめくれたサティロスの道から探しで墓地も越えて、うん、除去何するものぞっていう感じで、うん、さあ帰ってきて、そうですね、とりあえずここまではもう確定事項という感じですね。立身出世いいですね、このアクション、うん、美しい。ですぐ変身、フロンティア最新テクの可能性ありますね。そうですね、ジェイスが除去ったのに返しになんか変身したんだけどみたいな、うん、すごい、うん、もう1枚だけ採用されてますけど、いい1枚ですねこれは、うん、さあここで時を超えた探索フルパワー、さあさて何か探していきたいと。これぞフロンティアという感じで、うん、はい、アクションが派手ですね。さあ今回の大動詞を取ったように見えましたが、かなあんまり強くなさそう。今回の大動詞と致命的な一押しかなかなですかね、うん、多分本人としてはコラガの命令ですとか本領の機械巨人とか、うん、そういったアドバンテージにつながるカードが欲しかったとは思うんですけれども、うん、ちょっと目当てのものは見つからず。なるほど、まあ、ただ今回の大魔導詞はその後半で、ね、やはりアドバンテージにつながるカードなので、うん、あ、そして白物引きましたね、うん、これはさあここで結集、結集はこれはもう致死量あるか、ありそうですね、ありそうですね。ツーラポート2枚あるよと見せて、はいはい、ゲームエンドという形で、はい、というわけで、準決勝1本目は宇都宮選手がまずは勝利という形になりました、はい、いやまさにラリーといった感じですよね。これぞラリーという感じで、除去されても除去されても、うん、まあ、カウンターですとか墓地対策がないといつかは勝つよっていう、うんうん、なので木原さんも結構もういいアクション、まあ、そのデッキのベストは尽くしてたんですけれども、こればっかりはどうしようもないですね。ちょっと、うん、メインボードの相性めちゃくちゃ悪かったんで、うんうん、さあ2本目が木原選手の先手でスタートですね。そうですね、先手なのもやっぱ大きいですね、うん、先手2ターン目ジェイスを返すカードが、まあ、宇都宮さんの方にほとんど入ってないので、さあそしてまさにそのジェイスが2枚、そうですね、ただそれ以外が、この消滅のちょうど1枚だけのちょっと寂しいかといった感じですが、です、ね、まあ、十分でしょう、十分です、まあ、最低限相手のジェイスさえ触れば、うん、その木原さんからしても逆にあの宇都宮さんのクリーチャーで殺したいクリーチャーってあんまりいないんですよ、うんうんうん、そのシナジーはあるけど単体が弱いクリーチャーの集合体なので、うん、ピンポイントでクリーチャーを殺してあとは適当にさばいて勝つで、中隊と先祖の結集だけ打たせないようにするっていうところに多分注力する形になると思いますね。なるほど、これもまた2ターン目ジェイスから、まあ、しっかりマウント取りに行けそうないい手札ですね。宇都宮選手先祖の結集はとジェイスが見えますが、悩んでる、うん、悩んでますね。ああなるほど、先祖の結集2枚あるのか、なるほど、土地がないのかな。さあくぼみ渓谷、そういえばこのイクサランで入ったカードとしてこの いわゆるエムテンランド、うん、これって確かこれまでフロンティアで使えなかったんですよ ね、 そうですね、きっと、うん、という形でかなりマナベースが強化されてます、うん、そのバトルランドから置けるという形で。なるほど、さあ宇都宮選手もジェイス、ここには消滅の衝動、まあ、まずは引いてからですかね、
分これ以上土地引きたくなさそうなので、まず切ってから土地をサーチして土地の確率を下げてからルーティングですね、うんうんうん、いいですね、こういう細かい所作が非常に大事なので。引いたのがコラガの命令、これは嬉しいですね。嬉しいですね。これだったらジェイス捨ててコラガの命令打つんでしょうね、うん、きっとジェイス捨てないか、あ、土地の方がいらない、うん、さあマリガンに刺さる班です。これ今もう早くも有利、かなり有利つきましたね。いやこれで返しに反射魔導士ないし致命的な人しかないと、もうあとはサードローが土地、このジェイス無双が、うーん、このやっぱ先手後手の差が今激しく出てますからね、うん、木原選手としてはもう理想の展開ですよね。そうですね。ああそしてジェイスを触ることかなわず、これで概ねもう変身ですね。できないかな、フェッチランドがありそう、あスペルでもいいですもんね、まあ、何でも大丈夫ですね、うん、もうもしくはまだ変身させないかもしれないですね。ちょっと手札に土地があるので、ほうほうほう、まだルーティングをしたい。なるほどなるほど、あの相手から基本的にはほとんど軸が飛んでこないので、うん、あしかし、まあ、変身を選びました。結構このスタンダード時代からよくあったんですよね、その変身できるけれども、うん、あえてさせずにルーティングを優先する、うんうん、ギリギリまで5枚目を貯めないっていうプレーもあったので、まあ、ここはまず変身してプラスするのかな。ジェイスまた引いてしまいました群れますね、うん、もうさすがにいらないよと。しかもこのジェイス落ちないですからね、このマッチアップと、うん、ほとんど落ちないですね多分、うんうん、さらにルーティング用のジェイスもそうですね、ですが、あ、これはダメなのか。いや、多分あれですね、時を超えた探索で墓地減らしてから、なるほどなるほどっていう形はできるので、あとはこの11トークンへの壁ですね、これ、うんうん、自分のジェイスの忠誠度下げられないように。なるほど、まあ、結構木原さんも手札強くないですね。ジェイス、消滅の衝動、ランドランドに見えるので、いやちょっと思わしくないですね、うん、やっぱ時を超えた探索を引きたいはず、はい、一番左は何でしょうね。一番左はジェイスじゃないですか。ジェイスです。もう一枚ジェイスがあった気がしたんで、いやもしくは軽蔑的な一撃かな。青いカードには見えます ね、 そうですね、一番左、白黒ミシュラの、乱脈のなんだっけ、乱脈ななんとか、白黒のミシュラランド と、氷河の城塞と消滅の衝動と何かが見えます。そう、着々と乱脈の気候でした。気候、さあマウントは取ったものの、うん、少しずつジェイスの減っていく、ちょっとずつ、うん、徐々に。木原さん変身、あ、軽蔑的な一撃ですね、うんうん、ただ次からはこの乱脈な気候ミシェラランドがブロッカーに回るので、そんなに削られないぞと思われます、うんうん、そうですね、このラリーのちょっと弱点として、うん、まあ、単純にやっぱ一枚一枚のクリーチャー自体はあまり強くないので、うんうんうん、こういう展開になってしまうとなんかクリーチャー出してるけど大したことないみたいな盤面に、うん、っていうことになりやすいんですよね。木原選手としてはもうこの隙にという感じですよね。そうですね、こういって盤面固まってる間に、まあ、コラガの命令の2枚目ですとか、うん、まあ、時を超えて探索引きたいなっていう、うんうん、これは打点が高い、
いいクリーチャーですね。さあこれであのなんていうこのサヤムシはちょっと対処したいなと、うん、こうなるとあれですね、弾ける破滅抜いてしまったのがちょっとさすちょっと引っかかってくるかもしれないですね。全部の枚数4枚全部抜いたかは分からないですけれども、かなりの枚数多分減らしてると思うので、うん、抜いてましたよね。そうなると実はあのなんていうこのサヤムシが触れないと、うんうん、結構やだなって多分今思ってるはずです。こっちからクラガンの命令、なるほど。さてしかしこのクラガンの命令は何をするんだ。相手の手札かな。あ2点と、あ数を減らしに行きましたね、相手の、うんうんうん、まあ難しいな、まあ、要するにこのジェイス今反転してるジェイスは次のターン落ちそうなので、うんまあ、何か使っとこうかなって感じですね。なるほど、うん、待って、うん、悩んでます戻。ディスカードと回収でジェイスを戻して、うん、でもいいかなというふうに考えている節がありますね、うんうん、この2点与えるのって結局1・1トークン殺すのとほとんど、うんまあ、イコールなので、でしかも相手戦術するじゃないですか、うん、そんなに美味しくないんですよね多分、うん、さあ最終的にどのモードを選んだのかなと。徐々にねこの有利ゲージが下がってきます。あでも一応数減らす方を選びましたね、うん、2点と回収かな多分とか JS がピョコッと出てるんで、あここで取り、はい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 、で、あディスカードだったんですね。だからあなるほどなるほど、で捨てるぐらいだったら出して、うんうん、JS 出してまあもう1回戦術2回できるからってってことかな、うん、これは結構一撃ですね。なるほど、そんなに戦術2が嫌だったのかな。なんかあでも先頭からの結集って次のターンまで出したっけ。そうです、ね、あそっかそっか、このターンのエンドに死なないのか、失礼しました。先祖の結集は次の自分のターンのエンドに死ぬんでしたっけ。追放は次のアップキープの開始、ね、あ次は失礼しました。あだとしたらねあのジェイスちょっと今触れないので手札で、そうかそうか次のアップキープの開始。さて徐々に木原さんの優位が少なくなってきますね、うん、もうほぼもう五分くらいですかね。そのジェイスがどうしてもあまり生きない展開になってしまったので1枚目のジェイスが、片や宇都宮さんは戦術2をたくさんしていると、うん、お強い。さあ角川の結集当然ジェイスを戻してくると。本当にこの改革派の結集者強いですね。強いですね。墓地の好きなカード1枚返ってくるって書いてあるのと同義ですからね。だいたいいつも、まあ、土地を伸ばすかジェイス戻すかなんですけれども、うん、人間カンパニーとかだとこれが戻すのがねサリアの復活になったりもするんですよ ね、うん、すね。あプレイヤー投げたのかジェイス、ジェイスじゃなくて。なるほど、さあこれは即
初熱の衝動で除去とで戦術、まあ、どうせ帰ってきたら、うん、ターン帰ってきたら打つので、さてもうそろそろ何か引きたい木原さん、うん、やっぱ時を超えた探索引きたいですね、うん、もう1枚引くと一気に傾くので、そうですね、お、苦い心理ですね、いいですね、うん、かなり嬉しいですね、やはりそのジェイスがいるのにちょっと手札が弱かったのがこれまでの今悩みだったんで、まあ、3点くらいはしますがこれで一気にリソースを取り返せるので、これ逆転の一手となり得ますね、うん、ただライフが持つかだけですが、さあこれで戦場のジェイスがまあ入れ替わった形、そうですね、はい、まあ、ちょっと彼ら省略しましたけど、うん、古い方を捨てて新しいジェイスに変えました、うん、ど黒白青どう色物を残すか悩んでますね、多分、うん、何を使うかなっていう今サイドボード後のカードの選択で、赤2つ残すことを選ぶか、うん、難しい、はい、さあ何を聞きたいかな、まあ時を超えた探索が今回引きましたね、これでかいですね、あーたくさんある、致命的な人押しもある、これもうこのターンにあのジェイスが変身したことによって紛争もしてるので、うんうん、今致命的な人押しで、なんていうこのサヤムシとかそこら辺のクリーチャーどれでも殺せます、ね、うん、ただ我慢するかもしれない、なるほど、今回の魔導士のフラッシュバック、うん、ていうかバイバックモードにを使いたい気持ちもありそう、盤面がきついんで多分打つでしょう、うん、さあこちらですね、今回はまあ出す、まあ、最悪1体目はこの改革派の結集者はブロックするかもしれないですね、うんうん、悩んでます、このジェイスは大事にしたいところ、うん、ああやっぱそうですね、あの3人ブロックしよっかなってやってますね、うん、あなるほど、これで殴ってこれないぞと、あの3人、うん、おあってきましたね、ちょっと早かったかなというところですか、いやじゃなくてアップキープで打った理由は何だろうなと、あーなるほど、もう戦術してないんだったらドロー後の方が良かったかな、うん、あの今これで戦術2回できちゃうんで、うん、あもうあ戦術上置いた後だったのかな、うーんちょっとすいません分かんないんですが、うんまあ、これでガゼン、ここから宇都宮さんの選択肢としてはもうジェイスを無視してプリアに殴るか、うん、それでも頑張ってジェイスを落としに行くか、うん、それでもジェイスかな、まあ、そうですね、やはりジェイス生かしておいては勝てんと、うん、そうこで紛争してますね、している、あこれはうそうですね、ちょっと恨めっちゃいましたかね、うん、
この致命的な一押しを自分のターンに打っていれば、まあ、きっと紛争しなかった可能性はあるんですけれども、うん、まあ、そこもね、なかなか難しいところですからね、うん、お、さあ、もうマナがあればこの今回のダイヤマ同士が生きる、うん、から手札2枚が致命的な一押しともう1枚何ですかね。うーん、青いカードに見えますが、うん、ちょっと今はちょっと不利かな、ちょっと微妙なラインなんですよね。ラインと盤面は不利なんですけれども、木原さんの手札次第ではこの盤面を全部さばきながら、このジェイスと今回のダイマ同士でもう全てをまくれちゃうんで、ただちょっと不利ぐらいですかね、実際は55ぐらいにしとくか、こんぐらいにしときましょう。マナの残し方にかなり気を使っていますね、はい、やはりその相手の盤面のクリーチャーが多いので、うん、この乱脈の機構をブロックに回しつつ何ができるかなっていうふうに立ててますね。その能力を使ってまずはジェイスを殺して戻ってきた、うん、で次は乱脈の機構でブロックしながらフェッチ切ってで、ラメガン機構ブロックして失礼、致命的な一押しを打ってジェイスを守る、うんうん、という感じになりそうですね。だんだん徐々にきつくなってきましたよ、その宇都宮さん、うん、全部チェイス、軽蔑的な一撃と致命的な一押しですね、手札は、うん、なのでやはり時を超えた探索を引けない分ちょっと手札が乏しい、うん、難しいですね、うん、ジェイスを守るか、もう今回の大魔同士を守るか、一応両方守るのかな、まだ乱脈の機構で開花の結集者をブロックしながら、うん、致命的な一押しを 2,3 に打って2点だけ入ってジェイスが1、うん、というプランを多分選ぶと思います。この今回の多分大魔導士捨てたくないので多分捨てないんじゃないかな。それか次のターン苦い心理フラッシュバックするの前提で今回を捨てるか、捨てる方を選びました。これで、通っている選別者に致命的な一押しを打つと、まあ、ジェイスが3のまま残るので、なるほど、うん、で4ゲインで12、うん、まあ、今回の大道士は残すのかなとも思ったんですけど、ここではそうですね、ましたね、もうこれで1回場をきれいにして、うん、これで場をきれいにできるかなと。あ、今回は死んだはず、うん、4ゲイン、まあ、ここの4ゲインはでも結構でかいので、うん、わー強い、あー、しかしここで普通の追跡者
さあこのジェイスは苦い心理にして新しい3枚を引きに行くかな。そうですね、これで、まあ、消滅の衝動で不屈の追跡者を殺すと多分未来がないので多分苦い心理ですね、うん、ここはさっき4ゲインした分もあるので、うん、さっきのコンバットマウスでいいプレイですね。ジュレス山と最後は何だったかな、金かな、あ、消滅の衝動ですね。脅迫と消滅の衝動がありそうです。脅迫、脅迫、消滅の衝動を軽蔑的な一撃かな、うん、消滅の衝動を打たないアップキープ、アップキープ、あ、一応ドロー後ですね、ドロー後、あの戦術があるので、はいはいはい、なるほどなるほど、まあ、これあの先ほどみたいにその紛争の結集者の場合だけ恨めるんですけれども、うん、それ以外だとこの一ターンは結構何も引かせたくないので、うんうん、まずはドロー後に打ってという形ですね。なるほど、さあまあ、殴るしかない宇都宮選手、木原選手はミシュラを捨てない方を選びましたね、うん、1点だけ減る形になります。これ一応3-2と2-3で交換してもいいんですけれども、あ、なるほど、まあ、自分の選択肢を残す、あとは相手に戦術をさせたくない、相打ちしちゃうと選別者が戦術してしまうので、うんうんうん、戦術をさせずに、まあ、ソフトブロック、ソフトキャッチして、まあ、1点は減るけれどもという形にしましたね。なるほど、脅迫と軽蔑的な一撃しかないのかな、確か、うん、木原さんの手札。選別者がいい働きしてますね、うん、やはりこれがあると要所要所で、うん、戦術でドローの質を高めることが可能と。そうですね、うん、1点ずつコツコツチクチクとできますね。これブロックして相打ちしちゃうと進出される上に次のターンから 2-3 ソーマー食らっちゃうので、うん、まあ、このソフトキャッチの方が良そうですね。と弾ける破滅を引いたような感じでしたが、まずは脅迫、うん、中退を軽蔑的な一撃、うん、カウンターしていきます、まあ、ここまではまあ、うん、あ、で中退が2枚、おこれは大金星ですね、大きいですね。だったら1枚打っときゃよかったみたいな、そうですね、思ってそうですね、宇都宮さんは。だったら前のターン1枚打ったよみたいな、あ、違うか、前のターンは打てたかな、うーん、まあ我慢したんだろうな、難しいですね。さあもう3人1体だけ殴っていきますね。そうですね、まあライフリンクをさせたくないということなんですかね。3に1体だけだとブロックするかスルークかしかなくて、うん、2体で殴ると、まあ、絶対に 2-3 を止めてくることが分かったので、うん、だったら相打ちする、それとも3点食らうっていう方法を今突きつけています。なるほど、なんでこれはもうズーラポート、あー、なるほど、もうでもこれはもうたまらずブロックでしょうね、うん、で相打ちして、2点ゲインの1点ドレインだから4から5かな、5、さてもう後がなくなってきました。おお、3つの初動は引きましたが、まあ、根本的な解決ではないですね、うん、これどっちですかね、除去するとしたら、ちょっとライフ型、まあ、概ね、選別者の方かな、うん、多分その選別者の方だと戦術もされないですし、まだクロックが低いので、うん、ズーラポートの殺し屋の方だと4ライフ4になって 2-3 が2回なんで、うん、実質あと1ターンになっちゃうので、ここは、まあ、戦術されたいのもありますし、まあ、選別者の方を殺した方が良いかと思いますね、うん、うん、ですね、ここはおとなしく
で、まあ、1-1 に殴られるけれどもその間に何か引ければまだいけるぞと、うん、なるほど。ジェイス、しかし宇都宮選手も負けてないですね。大災悪かな、引いたの大災悪。いやー、この盤面を解決はしてくれないですね、まあ、追放なのでズーラポートの殺し屋が追放されるのはいいですが、時を超えた探索を引けない木原さん。そうですね、まあ、追放で、まあまあ、概ねズーラポートの殺し屋が追放されて、うん、ジェイスがアクティブになり、うん、悔しいですねこれ、うん、ハンドにカウンターかな、脅迫と軽蔑的かな多分。ミカイチを捨てましたね、ミカイチ進化する。さあ宇都宮さんも手札が土地土地ということで、あまり有効打は引いていないが、うん、がもう中退、ここは中退を、まあそうですね、軽蔑的、うん、これで一旦まだ猶予があるので、うん、次のターンジェイスプラスしてマイナスって言っても、まあ、このターンまであるので、時を超えた探索引いてくれって言って、あ引いたのかなっていうことは脅迫打ったから、あ違った、おおおでかい、これ大きいですね、2点とジェイス回収からのジェイス。さあお互いジェイスが何回蘇ったかわからないというこのそうです、ね、ジェイスの攻防が激しいですね。バスやっぱこの2マナなのに生き残ったら圧倒的に有利になるっていうのはすごいですね。ちょっともう白熱しすぎてこの有利フリゲージをずっと忘れてましたが、今ライフ3だけど元に戻ったというか、こちょ結構木原さん有利になったのかなこれで、うん、ライフ以外は何でもあるので、あさあしかし宇都宮選手もジェイス、でもまあこれはジェイス変身からコラガの命令で、うん、2点 と、今回の魔導士回収でしょうねきっと、で今回の魔導士を場に出すとライフも余裕になって、この後引いたスペルすべてにフラッシュバックがつくので、なるほど、まあ、概ね今回の魔導士を回収すると思います。まあそうですね、うんうん、まあこれが一番素直なんで一気にマウントですね。これでその宇都宮さんからすると両方ともに対処しなきゃいけないので、うん、せっかく押したライフもあのハンコによってコツコツと2点ずつ原因もできますし、うん、お、なんか引いた、お、半島戻し、半島戻し、まあ、一応一時しのぎ、あ、一応長期動しといた、あ、で、あ、なるほど、あ、なるほど、あの今回の大魔導士が戻ったことによって紛争を達成したんですね、うん、今、うんうん、今回は出せないさあここからはもう先祖の結集引きたいなって感じでしょうね、うん、先祖の結集引いてしまえばなんとかなってしまうんですかね。そうですね、うん、さあこれは進化するミカイチ、うん、さあこの4点クロック、4点ドレインが、うん、さあこのゲームは押し切るかこのまま。ただジェイスでフラッシュバックしたいカードはあまりなさそうには見えますね、うん、そうですね。あ、時を超えた探索ついに引きました。やっとかーって感じでしょう ね、 うね、彼からしたらやっと引いたよって言ってそうですね、なんならフラッシュバックつけないのかな、つけないのかな、つけても良さそうな感じですね。そうですね、つけても良さそうではありますけど、まあもうつけなくても余裕なぐらいってことでしょうかね。さあこのフロンティアを象徴するカードといっても過言ではないこの時を超えた探索。さ
さあもう一気に一気にもう盤面すべて手札盤面そしてライフももうどん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 ドレインしてあの4点ゲインしていくので、そして手札には本流の機械巨人もあるもうパーフェクトですね。これはバンジャック、ね、まあ、バンジャックってやつですね。もう 99% 勝ちみたいなもんですね。ここまで来るとダークジェス界のもう本領をいかんなく発揮して、うん、こういう勝ち方すると気持ちいいでしょうね。そうですね。このダークジェス界フロンティアのダークジェス界という時はもうこういったもう一気にリソースを後半回復してくるのがすごいですよね。そうですね。やはりその時を超えた探索、うん、あとはコラガンの命令といったやっぱその1枚で2枚以上の価値をするカードが非常に多く入っているので、うん、そしてそれを再利用できるジェイスということですよね、はい、これは2点とディスカードをバイバックモードですかね。なるほど。この2点にもこの今回の大魔導士で、ライフリンクが反抗がつくので、うん、2点ドレインとディスカードかな。コラガンの命令バイバックモードは嫌ですね。これでこのアクションをしてるってことは木原選手も軽蔑的な一撃も持ってるのかな。あ、もう持ったとしたらほら、これだけ負け筋なんで、あれあれ、しかしこれはあれあれ、あれれれれれれれ、あら、これは本流の機械巨人を構えるだけだったのだが、やってしまった、やってしまいましたかね。いやこれはズーラポートも、いやでもズーラポートの殺し屋は追放したんでしたっけ、さっきどうでしたかね。あ、いない、そうですね、いないです。あ、ズーラポートはいない、なるほど、よかった。しかしちょっと隙を見せてしまいましたね。そうですね、ズーラポートいたら危なかったわけですからねこれでまあ戦術もできるし、おっとおっとと、まあ、しかし盤面はすごいことになってまいきてますね。そうですね、紛争はしてるのかな、まあ、とはいえこのクリーチャーたちは、全て先祖の結集の能力なので、まあ、全て、なんていうこのサヤムシで、まあ、墓地には行きますので、うん、あれかな、結集者の紛争で、うん、今、通消滅した JS だけ最終的に帰ってくるのかな。なるほど。のはずなんですが、そうですね、まず先祖の結集解決したときに、レジェンドルールで墓地落ちるので、多分結集で追放されない JS が1体ぐらい場に残るとは思うんですが、うん、ただそれでも何のその手札がすごいですね、うん、まあ、どこまで行っても宇都宮選手の方は、まあ、これから戦術たくさんできるかもしれませんが、まあ、引くカードは1枚しかないので、うん、この木原さんの圧倒的な手札を持ってすれば、まあ、何引かれても概ねさばけるでしょうね。さあここで、さあどうなるか、まあそうですね、先祖の結集で、うん、先日タイムですね。そうですね、先日タイムですね。これは先祖の結集で追放される前に、宇都宮さん大逆転なるか。
はい、どん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 、うん、もうフリー戦術ちょっとしてこれはそうですね、もう1体につき、戦術が2回できるので、うん、ここは何を乗っけたいですかね。そうですね、まあズーラポートの殺し屋がいない状態だと、うん、まあ先祖の結集を引いても、まあ、今回と同じようになるだけなので、うん、そうですね、まあ、集団中隊なのかな一応、うん、中隊を相手のエンド前に打ってっていう感じから狙っていく、うん、それかもしくは靴の追跡者ですかね、うんうんうん、あの戦場にあのフェッチランドも残ってますので、うん、その1枚で2枚以上のリソースになるカードが欲しいですね、うん、あでもだあ追跡者も帰ってきてるのか、出てはいますね。さっきの中あれか失礼しました、結集で帰ってきてはいるんですね、うんうん、あでもあれ手がかり出さなかった、出さなかったですね。もしかしてもう持ってくれる土地がないのかな。あーそうかもしれないですね、可能性はありえますね、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 枚もう場に並んでいるのでちょっと見てみますか、うん、森平地、あでも平地がまだ出てないかな、森平地島沼2,4,5,6,7,8,9 そうですね、一応場に出せる土地、フェッチできる土地が全部で9枚で、うん、今8枚場に並んでるのでフェッチで、あもしか、あ平地落ちてたりしますね、あ落ちてるかもしれないですね、あそうですね墓地にありますね平地、うん、なのでもう手がかりもあの不屈の追跡者から生み出せなかったんですね。なるほどなるほど、となるとここからは厳しいか、マータを締めるかのように、そうですねあ、原因はしてないですね今あのサクリファイスしたので、これももう、うん、さっきと同じなのでほぼその本流の機械巨人のマナをずっと構えるかな、うん、きっと6マナ構えますね、うん、イレギュラーが発生するとしたら集合した中隊や、うん、先祖の結集なので、もうあとはもう全構えで行くのが、まあ、なるほどベストでしょう、ただいまですねカバレージページの方に、今回の第10期フロンティア新挑戦者決定戦のトップ8プロフィールですね掲載されたようですので、よろしければそちらの方ご覧ください。さあここから大逆転なるか宇都宮選手、あ払拭は持っているので中隊や先祖か先祖の結集を引ければ、うん、ワンチャンという形ですかね。さあここでサテュロスの道探し、中隊が落ちてしまったですね、うん、あとはもうライフが8なのでもう詰めていきますね、うんうん、ここからはあバイバックモードで三沢氏を通した来なかったのか、うん、なるほど生贄よりは定めなかったみたいですね。で、まあ、2点ずつ、うん、6対14ですかね。脅迫で、うんうん、もうその
負け筋になりそうなワンチャンスすらもう落としていくと、払拭が落ちて、うん、うん、もう無理だと。はい、ここで準決勝2本目は木原敦樹選手が1本取り返してカウント1-1となります。長い2本目でしたね。長かったですね。熱い勝負でしたね。さあ、先ほども惜しかった宇都宮選手、気を取り直して3本目。宇都宮選手、パッと見てくだ、かなり良さそうに見えますね。さやむし、ズーラポート、中体といった感じに見えます。で、土地もある。反射魔導士もありますね。あ、いいですね。反射魔導士があるのが、特にその2ターン目のジェイスをしっかりとさばけるので、うん、非常にいい手札ですね。そう、対して木原選手、どうでしょうね。木原選手は、まあ、普通にキープしましたね。土地のセットランド順番が難しい、うん、フロンティアあるあるですね。そうですね、これかなり4色使うので。あ、ジェイス行きました。お互いその宇都宮さんも木原さんも4色のデッキなので、その土地のセットランドがすごい難しいんですよね、うん、そうですね。どういう順番でどの色をいつ出すか、いつ欲しいか。特にフェッチランド、バトルランド、そして、M10 ランドも今回入ってきたということで、より複雑になってきていますよね。そうですね。何かを持ってくれば、あれ、あちらは出ずみたいなことが結構よく起こるので、まあ、例えばこれ、今は多分ほとんどサイドアウトしてるんですけれども、うん、弾ける破滅が入ってるメインボードですとか、うん、こうやってフェッチで2ターン目に島持ってきてジェイス出すと、うん、3ターン目に弾ける破滅出ないんですよ。そうですね。とかそういったそのバランスがあるので、かなりその最新の注意を払ってその土地を置いてますね、うん、やはり。でここに突き刺さる、これは強烈ですね。強烈ですね。あ、やっぱコジルクの機関戻しましたね。入ってますね。その横並びがちょっときついという感じたのか、その反射魔導士と、選別者、地下墓地の選別者は 2-3 なので、うん、まあ、小磁力の期間効かないんですけれども、うん、まあ、それ以外のところは、まあ、割と流せるからという形ですかね、うん、特に改革派の結集者、あれから出てくるのは全部タフ1、あのタフネスが2以下なので、うんうん、さあ、ここでブリンの氏のジェイス、宇都宮選手も出してきます。これはまあ一押しをエンドに打つのかな。コラガンの命令やコジレックのコジレックの機関もあるとはいえ、うんうん、ここは、ね、そうですね、このターンはやっぱジェイス出すターンに多分当てたいので、うん、もう一回、うん、そうですね、ここはまあで15。あ、ここで宇都宮選手土地がない。なるほど。なるほど、残念。中体打ちたいタイミングなんでしょうけどね。そうですね。黒魔のもないため、なんていうこのサヤムシやズーラポートの殺し屋も出せず、ちょっと苦しい展開ですね。こうか。こうか。片や木原さんはもうこのターン脅迫からジェイス変身まで行きそうですね。なるほど。中体が2枚と結集、これはどうでしょうね、どちらを落とすべきでしょうか。難しいですが、現状結集1枚じゃ負けなそうなので、もう中体だけ落としに行くかな。あ、一応その結集の方は5マナなんで、基本的に2じゃ弱いので、うん、で、まあ、相手は4マナ4マナなので、まあ、多分中体かな。まあ、もう1枚落とせるか分かんないですけど、うん、難しいですね。いや、絶対に最終的に通したくないからっていう意味で決死を落とす可能性もあるんですが、まあ、基本はこっちですね、うん、相手が土地止まってることも加味して。
ここでジェイスが、おっと手札が探索もある、うん、さあここでジェイスが変身。そうですね、ここで探索を捨てるということはもう一枚あるよ、手札にあるよって言ってるのと等しいですからね。もう一度脅迫、はい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 、なるほど、もう完全にで、あいつあれはもう今、あーでもこれジェイスは落とされないのかな、落ちた、うん、ほう、まあ、とにかく中隊を撃たれることを防いだ形ですね、うん、さあここで、あなるほど、なるほど、落とされることも全て計算済み、なるほど、こっちの枚数がぴったりと、すごいテンポいいですね。あまりジェイスにこあの固執しすぎずに、うんうん、負け目をどん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 潰していってますね。そして宇都宮さんは土地を引けない。さあ機械巨人から時を超えて探索これはもう自分のメインで、これもカラデシュ以降フロンティアの強力コンボですかね。そうですね、定番になりましたね、うん、相手の心を折るコンボとして、うん、でもさっき対戦あのターンエンドに打った時を超えた探索が消されなかったので、うん、今ならカウンターがないので、なるほど、もう裏表でアドバンテージ差をつけて、うん、もうこれで仮に中隊土地と中隊を引かれても盤石だぞという形にしてますね、うん。しかしドローしたのは改革派の結集者ですね、うん、状況があまり改善していかない宇都宮選手ですが、です、ね、非常に厳しい、うん、もうたまらず出しましたね、はい、サテロスの三つ探しも入っていて比較的その、うん、土地事故は起こりにくいデッキタイプではあるんですけれども、うん、まあ、どうしてもまあマジックにまあこういった事故はどうしてもちょっとつきものになってしまいますね、うん、さてもうここはコラガンの命令を打つか悩んでる感じですが、違うか、チェイスか、まだ引かない、さや虫でしたね、黒いカード寄ってきますね、寄ってきてしまいましたね。さあ軽蔑的な一撃もキャノン選手引き入れています。宇都宮選手はここから土地を まずを土地を引いてから行っていって進めていきたいところ、黒マナが欲しい。お、黒マナを引いた。こっからさ間に合うか、ライフが9、フェッチで8か。青黒かな、うんうん、土地が止まってたということは、まあ逆を言うと、まあ手札は全部スペルなので、うん、まあここからなんとか巻き返していきたいところ。さあまずは地下墓地の選別者から。いいですね、うん、そのブロッカーとしてかなりその時間を稼いでくれるので、その今本領の機械巨人にかなり投げられている状況なので、うん、時間を稼ぎつつ打開策を探しに行くのにはかなりいい手ですね、うん。消滅の衝動をバイバックをつけるか、カラガンの命令を、うん、
ラガンの命令にバイバックをつけるか悩んでます、うんうん、ここはどうでしょうね、つけた方が良いですか。そうですね、まあ、払拭されてもいいのでコラガンの命令、うん、今もう1枚ありそうですし、まあここで払拭されても問題ないので、まあ概ねフラッシュバックつけますね、うん、バイバックかで3-2かな、プレイヤーか、なるほど、削りにっていうんですね。なるほど、大災厄かな今引いたのですね。うん、手札が濃い濃いですね。さすが2回の横探索で、あ、から宇都宮さんはどう巻き返していくか、ブロックしつつ時間を稼いで、中退か先祖の結集につなぎたい、うん、まあ、途中止まった分ちゃんとねスペルは手札にあるの で、 そうです、ね、あとはライフが持つかですね。ここからはその逆転の一手を詰めに行きます。この大災厄が効きますね。大災厄でちょっと逆転の一手が遠のいてしまいましたね。一応5マナを維持しつつ先祖の結集打つのが、まあ、現状逆転のプランなので、なんとかここから、まあ、まだ時間だけは稼げるのですが、うん、さあコラガンの命令のフラッシュバックでライフも削られますし、かなり追い込まれてしまいました。沼かな、青黒なんだ。これは選別者を出して、うん、でそのトークンを生贄に下げてもなんていうこのさや虫も出してという形ですかね、うんうん、これだとその先日2回できるので、もう宇都宮さんはこの先祖の結集を探しに行くしかないので、うん、そうですね。さあもう先日、うん、ガンガンモードです ね、 うですね。もうこれが唯一の道筋なので、そこでライフが3、打ち捨てましたね1枚、うん、ということはスキャラ選手も赤マナが1つしかないのであまり連発はできないんですかね。そうですね、赤黒ランドくすぶるし1枚しかない。あ、でもこれで2枚目があるのかな。しかしスカブルシッチ、多分クスブルシッチ1枚しか入ってないので、そうですね、そうですね、なんでまだ赤マナ1個ですね。軽蔑的な一撃も木原選手持っており、かなり盤石ですね。あとはまあズーラポートの殺し屋で時間を稼ぐ、稼げないか、うん、あ、さてこれはプレイヤーかな、プレイヤーと回収、宇都宮選手ラフが1、さあここから中退、中退でも間に合わないか、うん、もうコラガンのメリアでも打ち尽くしたのかな。ああ、まあハンドにあります、ね、ハンドに1枚ありますね。さあ払拭は泣く泣く下に送る、払拭は泣く泣くですね本当に、もうそれでは勝てないと、もうここで先祖の結集を探して打ってカウンターされないことを願うしかないので、もう宇都宮さんからすると
さて見当たらない。さあここで投了ということで、決勝戦に駒を進めたのは木原敦樹選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。